て愛知館体育館のリング上、これより NWA 世界ヘビー級選手権の第2弾、日本のファンが最も期待いたしますチャレンジャージャイアント馬場対王者ハリーレースとのタイトルマッチがいよいよ行われます。まずチャレンジャーのジャイアント馬場選手が入場してまいりました。全日本プロレスが繰り出す世界取りの、まあ、大本命と言っていいでしょう。世界のジャイアント馬場であります。過去の実績、それから現在のコンディション、さらにまた改正ルールの有利さなどから見まして、世界王座返り咲きのチャンスは十分にあります。第49代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャイアント馬場でございます。この世界戦に先駆けまして、おととい頭をきれいに整髪してまいりましたジャイアント馬場であります。さあ、ゆっくりと先に登場する世界のジャイアント馬場、ハリーレースには5回目の挑戦であります。悠々と登場してまいりました。続きまして、反対の花道を通りまして、世界王者ハリーレースが入場してまいります。世界最高峰、世界で一番強い男の入場でございます。先週の放送でもご覧いただきましたように、信州松本でジャンボ鶴田の挑戦を両者リングアウト引き分け防衛で退けました王者ハリーレース、この顔です。世界で一番強い男の顔、百戦錬磨の王者の貫禄を嫌というほどジャンボ鶴田戦では見せつけてくれました。しかし今一つ精神的な動揺は、たくまえません、隠せませんでした。第54代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンハリーレース、あるいは今夜は苦手のジャイアント馬場との一戦ということで、その精神的な動揺があるいはあるかもしれません。さあ、ファンにもみくちゃにされながら、世界で一番強い男ハリーレースが今リング上にようやっと到着しました。待ち構える世界のジャイアント馬場の表情であります。貫禄とでも言いましょうか、チャレンジャーをゆっくり待たせておいて今登場してまいりました。世界で最も強い男ハリーレース、ハリーレース登場であります。試合に参加しまして、日本テレビより両選手軍にあなたの得点でございます。NWA の世界ヘビー級の選手権試合、試合に先駆けまして、日本テレビからチャンピオンハリーレースに、チャレンジャージャンボ鶴田に、そしてジョー・ヒューチレフリーに花束が今送られたところでございます。ジャイアント馬場選手の表情をご覧いただいております。コンディションはもう上々というふうに聞いております。反対側に世界チャンピオンハリーレースの表情、続きましてタイトルマッチ宣言であります。立ち会い人の NWA ボブ・ガイゲル会長は多忙のために本日出席できませんでしたので、中京テレビの大森専務取締役が認定書を代読しています。満員のお客様の前でタイトルマッチ宣言が行われました。続いてベルトの返還であります。世界チャンピオンのハリーレースは日本では今夜9回目の防衛戦、挑戦者馬場は昭和49年の12月の2日、このベルトです。このベルトを一旦は支柱にしています。果たしてこのベルトを取り戻すことができるでありましょうか。ジャイアント馬場であります。世界で一番価値あるチャンピオンベルト、ひとまず本部席に預けられました。これより両者の紹介であります。NWA 世界ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者320ポンドジャイアントバー、5年ぶりに NWA 王座返り咲きなるかどうか。ジャイアントババ、世界ヘビー級選手権者255ポンドハリーレイス、チャレンジャーのババは最も苦手の相手です。価値あるベルトを守れるかどうかハリーレイス。さあ、山田さん、 NWA の世界ヘビー級選手権第2弾をいよいよ迎えました。もうお客様の方が山田さん何かこう興奮しているようですね。そうですね、感じますね。やはりね、ジャイアント馬場選手というのは、はい、全日本プロレスの切り札ですからね、まあ前にジャンボ鶴田が失敗しているだけに、今日は何としてでもやってほしいというような願いがね、この館内を埋め尽くしているような感じですね。そうですね、なおこの第2弾の NWA 世界ヘビー級選手権試合も60分の一本勝負、反則勝ちでタイトル移動、そしてリングアウトは10カウントという NWA の世界タイトルマッチ改正ルールで行われます。さあ、60分の一本勝負、ゴングが鳴りました。
さあ世界取り成功できるでありましょうか。チャレンジャーのジャイアント馬場、果たして守りきることができるでありましょうか。現役のチャンピオンハリーレースであります。腰のあたりに大きな手を合わせましたジャイアント馬場であります。さておっと16番、さあ先制攻撃を仕掛けましたチャレンジャー馬場であります。山田さんね、ジャンボ鶴田戦信州松本での対決の時、このジャイアント馬場は一生懸命試合を観察しておりました。従いまして今夜もう作戦は完全に頭の中に入ってますね。そうでしょうね、はい、いわゆるあのジャンボがいわゆる挑戦してですねタイトル取りに失敗した後で、はい、その敗因をあの極めてクールにね、分析してたんですがね、はい、ジャンボが最初から突っかけないのが失敗だったと言ってましたね、はい、ジャイアント馬場。おそらくねそういうことを言った以上ですね、自分としては今日の戦いにもうあらゆる角度からですね、はい、作戦を立ててる、それがあの先制攻撃になって出たんじゃないかと思いますね、そうですね、非常に、ま、おっちょっと待ってください。おっと世界のジャイアント馬場を抱きかかえましたが、うまく反対の技を取りました。こういったところがうまいんです、うん、しかしあんなに早くね、あんなにハイアングルな16問が出るとはね、ちょっと予想しなかったですね。そうですね、先制攻撃を打ちましたチャレンジャーのジャイアント馬場であります。さてゲストの竹内さん、はい、竹内さんには一つ過去のデータからですね、はい、この試合をですね占っていただきたいと思うんですけれども、馬場対ハリーレースの過去の戦績はノンタイトルを含めまして何戦やってますか。11戦ですね。今日が12戦目ですね。そうですか。内容ちょっとご紹介してください。星勘定ですけどもね、はい、11戦しまして、6勝、ただこの6勝の中でですね2つの反則勝ちが入っております。馬場、はい、これ馬場選手側から見た場合ですね、で1敗の4引き分けです。ですからねこれは馬場選手非常にレースにとっては分がいいわけですね。腰の上からはもう断然有利ですね。断然有利ですね、ですからそれから考えましてもね今日は非常に馬場選手にとってチャンスなわけですよね、それから竹内さんね、はい、この NWA の世界ヘビー級の選手権ハリーレースには5回目の挑戦なんですが、過去4回挑戦して馬場側から見ますと1反則勝ち1反則負け2分けですね。そうです、これも決して悪い成績ではないですね。そうですね、山さんね、この王者ハリーレースのいわゆる状態ですね、肉体的な状態、精神的な状態、まあ、ダスティーローですからタイトルを取ってから、2ヶ月を経て来日しているんですけれども、春に来た時と比べていかがですか。やはりね、精神面での、ね、動揺が見られますね。動揺が見られる、そうですか。そこに付け入る隙はありますね、十分あります、それでね、今日ね、私名古屋に着いてから馬場選手をずっと観察してたんですがね、なんか普段よりもっと口数が少ないんですね、はい、普段でもあまり余計なことは喋らない人ですがね、今日は本当にねなんか心の中に息するものがあるように、むっつるっと押し黙ってね、本当になんか怖いような雰囲気でしたね。今日のこの愛知県体育館に一番乗りしたのはなんとこのジャイアント馬場選手ですね。そうなんですよ。そして若い者がこのリング上で練習してたんですけれども、非常に厳しい目でこの練習を睨みつけてましたね。それとね、今日はゴングが鳴ってからの攻撃、終始リードを奪ってますね。今のところ先制ですね、はい、取ってますね。こんなに早くね馬場選手がヘッドロックをねかけて、はい、しかもグラウンドに持ち込んでガンガン攻めていくというケースはね、うん、最近ちょっと見られないですね。なるほどね、私は山田さんね、試合直前に、どうでしょうかというふうに聞いてみたんですけれども、勝つか玉砕するか今日は思い切っていくと、こういう返事でした。やっぱりねそういった感じが出てますね。出てますか。つまり捨て身で攻めてますもんね。なるほどね、それから山田さんはジャンボ鶴田との世界タイトルマッチ、先週の放送でもご案内したんですけど、山田さんは前半戦の作戦のミスをしっかりとこう指摘してました、試合後ジャイアント馬場選手も前半戦のミスをジャンボ鶴田に叱っておりました、これは本当に名解説だったわけですけれども、前半戦当然このジャイアント馬場選手もガーッと行くような気配を見せてたんですかね。そうですね、おっと待ってくださいよ、今度はおっとパイルドライバーを返しましたね。非常にこの落差のありますジャイアント馬場、うまく自分の大きな身長209センチを利しました。これはいい攻撃ですね、はい、いいですね。やはりね、はい、いつもと全然違いますよ。やっぱりね今の逆に取って返しましたね、あれもいいですしね、やっぱりガンガン攻めてますね。攻めてますね、積極的に攻撃を開始いたしました。もう作戦の中では対ジャンボ鶴田戦の試合を見て勝つ作戦を十分に考えたと言っております。大本命、ね、ジャイアント馬場です。私に言わせてもらえば、はい、対ハリーレース戦は長引いたら絶対損ですね、うん、これはもう引き分けに持ち込まれるね降参が大ですよ。あ、そうですか。もう引き分けられたらもうとにかくチャンピオンのものですからね、これはもう絶対チャレンジャーとしてはね短期決戦
もう今のレースを攻めるにはそれしか手がないでしょうね。ああそうですか、まあ、ジャンボ鶴田選手はですね、先週の自分の試合は反省しつつ、親分のジャイアント馬場選手に勝ってもらいたい、まあ、秘策というんでしょうか、まあ、弟弟子が秘策を授けるのも難なんですけれども、ジャイアント馬場選手には最初から飛ばしてくださいよというふうに言ってましたね。やっぱそれが一番いいでしょうね。それとね、私はあのこれ試合展開がどうなっていくか分からないけども、最もねレースのような選手にね、はい、効果的なのはやっぱりね、あのこれジャンジャイアント馬場選手の得意技の一つなんですがね、うん、いわゆるそのネックブリーカードロップ、はい、これもすれ違いざまのね、電光石火の技が決まればね、大いにチャンスがあると見るんですがね、今年の春の対決の時にもジャンピングネックブリーカードロップ見事に決めましたね。あの技はねちょっと世界にねあれだけうまく使う人はね、はい、ジャイアント馬場を置いて他にないんじゃないですか。なるほどね、さあ両選手が今立ち上がったところでございます。ロープにぐいぐいと力で押しまくります。チャンピオンのハリーレース、ちょっとロープを背中にいたしました。チャレンジャーのジャイアント馬場でありますが、おっとおっとヘッドバット打ってきましたね。怖い技です。得意技ヘッドバットを耳の付け根のあたりに打ってまいりました。そしてあブレンバスターか、ブレンバスターか、おっとこのまま体を浴びせた、どうだどうだ、おっと惜しい、カウントワンで跳ね返すチャンピオンであります。果たしてこの試合で第55代の NWA 世界チャンピオン誕生か、カバーズ落とし、カバーズ落とし、さあニューチャンピオン誕生か、カウントが入るぞ、返します、返します、簡単では渡しません。世界で一番価値あるチャンピオンベルト、さあがぜんと攻め攻撃に出ました。ジャイアント馬場であります。おお抱え投げ、もう肩の上まで抱え上げてますね。そうですね、非常にいい角度で決まっています。そしてフライングメアでいわゆるね寝かせました。リースにね、はい、大技で切り返す暇を与えてないですね。倉橋さん、はい、リングサイドですね、前挑戦者の鶴田選手にちょっと聞いてみましたけれども、はい、まあ、見た目にはあの立ち上がり馬場選手のームードだけれども、これがレースの一流のレース流のリズムなんだそうです。まあ、あの自分が負けた試合馬場選手は見ているんで、まあ、二の舞は踏まないと思うけれども、あのヘッドロックからですねレースのバックドロップには十分注意してほしいというふうに言ってました。なるほど。それからですね、今度あの挑戦権で、まあ、名前が出ています戸口選手なんですけれども、はい、まあ、自分の挑戦のことを考えると非常に今複雑な心境なんですけど、まあ、馬場さんにどうしても勝ってもらって、まあ、ベルトを日本に置いてもらいたいというのは、まあ、素直な気持ちだそうです。そうですか、はい、リングサイドから松永アナウンサーのリポートが入りました。初めのリポートの方ですけれども、これはハリーレースのペースだということをジャンボスルーが指摘してますね。いわゆるね、受けて立つ、これはもうチャンピオンの常道なんですが、その中でも、はい、ハリーレースというのはいわゆるそのこういう風にですね、うん、相手にどんどん攻めさせていって長引かしていわゆる勝機を見つけるという作戦ですね、はい、ただね私の見る目はちょっと違いましてね、今日の馬場選手の攻めだったら、はい、これは決して相手のペースには乗ってないと思いますね。そうですか、反撃を与える隙をね全く与えてないですね。なるほどね、まあ、インサイドワークでも、世界チャンプに勝るとも劣らないジャイアント馬場ですからね、うん、それでねどちらかというと馬場選手はね、はい、守り型の選手でしょやっぱり。そうですね、その馬場選手がねこれだけ積極的に攻めると、うん、もちろんねそれだけ危険はありますよ、ええ、あの攻めるっていうことは必ず気ができるわけですからね。しかしね捨て身でかかってるのは非常にいい作戦ですね。なるほど。さあ世界チャンピオンの右の腕が震えています。上半身がもう真っ赤になりました。グランドでの展開ギシギシと攻め込んでおります。こんなに早い時間にね、あのチャンピオンのレースの背中がもう汗でいっぱいで真っ赤になってますね。本当ですね、これやっぱりね相当苦しんでますよ、ヘッドロック攻撃をずっと仕掛けております。チャレンジャーのジャイアント馬場であります。それから松永アナウンサーのリポートの後半ですけれども、タイガー戸口選手、今夜の試合でハリーレースが防衛の暁には来週の放送宮崎県の串間でタイガー戸口選手の挑戦が決まってるんですけれども、もしここでニューチャンピオン誕生、ジャイアント馬場が、チャンピオンになった場合には、NWA の付帯条件がありまして、ハリーレースのリターンマッチが来週の放送宮崎県串間総合体育館で、認められることになっております。複雑な気持ちですね、タイガー戸口もね。そうですね、やはりあの本体の馬場選手に勝ってもらいたい、タイトルを日本に取りたい、はい、それと同時に自分のチャンスも生かしたいと、非常にね難しいところですね。そうですね。それからこのシリーズの最終戦、後楽園ホールでのハリーレース対アブダラザブッチャーの特別試合も、その時点までハリーレースが NWA の、世界タイトルを保持している暁には NWA の世界フビー級選手権になります。ネックブリーカードロップだ、ハリーレースが見せました。18番ジャイアント馬場選手の技を盗みましたね、しかし今のはねちょっとスピードがないですからね、そんなに大きなあのダメージはないですね。そうですか、ちょっとジャイアント馬場選手の表情を見てみましょう、おっと連続して大技を仕掛けてきます。パイルドライバー
パイルドライバー、これは怖いぞ。空中で5秒ぐらい起きました。空中で5秒ぐらい、世界のジャイアント馬場145キロ空中で抱えました。竹内さんね、こういう大技は、はい、大技はジャイアント馬場選手は体重長身があるだけに反対に怖いですね。ただですね、今日のレースの技、ちょっとさえが悪いですね。まだ悪いですか。キレが悪いですね。いわゆる的確さというところですか。スピードもありませんしね、ちょっと破壊力に欠けてる面が多いですね。あ、そうですか。とにかくね、はい、明らかに言えることはスピードのなさですね。これはもうスタート登場から見てますので、はい、ずっと見てて全然パワーアップしてこないですね。そうですか。まあ、今までの世界チャンピオンハリーレースの魅力というのはですね、山田さん、まあ、完全にはまあ完成されてないこの世界チャンピオンなんですけれども、いわゆる荒削りな野生的な魅力がありましたよね。そういった意味から見ますと今日どうなんです。やはりね、レースにとって馬場選手がね、非常に苦手であると、いうことね。苦手意識が出てますか。それと同時にね、先制の一発16問がなんかね、精神面のバランスを崩すのにね、非常に役立ってるんじゃないかと思いますね。そうですか。さあ2位リフトからガゼンと左のパンチを打ってまいりました。もう1回頭を掴んでネックブリーカードロップの体勢ですが、さあ馬場踏ん張ることができるか。ここは踏ん張らなくてはなりません。苦しい展開です。馬場でやります。さあ今度は反対に右大の腕をハリーレースに回しました。今のところ一進一退の攻防と言っていいでしょう。さあちょっと苦しくなりました。世界チャンピオンハリーレース、力でロープに持っていきまして、ロープブレーク、自らロープブレークに飛び込みました。 NWA のオフィシャルレフリー、ジョー・樋口レフリーがこの両者を分けています。大変な一戦を迎えました。それにしましても、チャレンジャーのジャイアント馬場はこの世界タイトルマッチのルールが変わったということ、反則でもタイトルは移動するということを非常に重く見ております。さあサイドスープレックス、チャンピオンが打つ。サイドスープレックス、チャンピオンが打ちました。そのままカバーの体勢、カウントがワッツーまで入った。馬場返しました。気力は充実しています。世界のジャイアント馬場、まだまだ呼吸もしっかりとしています。さあ今度はジャイアント馬場が何を、サイドスープレックスいった。山さんいかがです、今のサイドスープレックス、やっぱり馬場選手の方がね、はい、技はきついですね。そのまま抑え込んだがどうだ。おっと、左の足を伸ばしました。チャンピオンのハリーレースであります。今のね、はい、同じサイドスープレックスも馬場選手のスピード乗ってますよ。あ、そうですね。今のところ一進一退の攻防と申し上げておきますが、お互いにチャンスをつかもうとしています。おそらくね、っぽくなってまいりました。インサイドワークが非常にうまい馬場選手ですからね、この辺りから作戦をね、考えてると思いますよ。あ、そうですか。さあ今度は逆水平の攻撃に出ました。世界のジャイアント馬場であります。今のところはチャンピオンのハリーレース、姿勢に回っておりますが、姿勢に回りながらもギリギリのところでなかなかフォールを奪わせません。しかし世界チャンピオンが場外に落ちました。さあ世界チャンピオンが場外に落ちました。ここでさあまだカウントが始まりませんが、ジャイアント馬場が一旦エプロンに左の足をつきました。さあここからカウントが始まるんです。さあカウントが開始、カウント2、カウント3でジャイアント馬場もう我慢しきれなくなって飛び込んでまいりました。さあ場外での乱戦の様子を呈してまいりましたが、ジャンボツルタはブレンバスターをここで仕掛けられたが、馬場が返した、馬場チャンス、ババチャンス。場外は10カウントリングアウト負け、このリングアウト負けでもタイトルは移動する。カウントが続きます。苦しい、ガース苦しい、大きく口で息をついております。チャンピオンのハリーレース、今体がくの字、さあエプロンに両手をついた。10カウント内で入ることができるが、入った、入りました。必死、世界チャンピオン必死です。さあババが待っている、左の腕を掴んだ、大きくロープに飛ばす。16番か、逆水へ飛んだ。さあチャンスだ、ピンボールでタイトルを取るか。あっとハリーレース両方の足を突き出しました。まだね、レースも老化ですからね、気力が残ってますね。そうですね、カウントもずっと静かに聞いてましたね。もう一回16号が始まって、さすがに世界チャンピオンです。非常に世界チャンピオン冷静でした。さあ頭から打ちました。今度は2スタンプ、強烈にいきます。さあいわゆるハリーレースの世界を制した殺人コースがこの辺りから出るでありましょうか。もう非常に強力な殺人コースを持っておりますこのハリーレース。さあもう一回、あっとものすごいニードロップ、これは苦しい、期待の当たりに命中して思わず場外に転がれ落ちました。ちょっと馬場苦しいですね。今のね、相当効いてますよ。かなり強力な、額の当たりがね、
あるいは下げているかもしれませんね、2連発、聞いてますよ、おっとちょっと待ってください、今ちらっとジャイアント馬場の額が見えましたが、ちょっと出血している模様ですが、まだはっきり分かりません。ニードロップ2発で、あるいは出血したんでしょうか。切れました、馬場の額が切れました。さあ大変だ、馬場の額が切れました。チャレンジャーの額が切れています。そこに左のパンチ、これはもう完全に明らかに反則であります。上樋口馬場の額のこめかみが切れました。切れましたね、はい、さあ場外ですが、おっとジェイアント馬場前カウントを頭の中に刻んでおりますので、今すぐにリングの中に入ってまいりました。馬場も必死、馬場の方のハリーレースも必死。さあ左の腕に手を回してブレーンバスター、バーディカルスープレックス。さあとどめになるのか、馬場生き返れ、馬場生き返れ、まだカバーに行かない。そしてトレーダーヘッドバット、ここで、ね、になるか、姿勢に立っちゃダメですね、姿勢に立っちゃダメですね、立ち上がらなくてはなりません。馬場苦しい、期待は切れている。そこにダイビングヘッドバット、数々の世界の強者をこのダイビングヘッドバット一発でナックアウトしております、世界チャンピオンのハリーレース。さあ馬場が場外に出ました。10カウントの開始はまだでありますが、おっと場外に追い回します、世界チャンピオンのハリーレース。さあそして切れた額の部分に思い切って拳打ち、近い距離からの拳打ち、これは効きます。明らかに反則ですが、今度は鉄柱へ勢いをつけて、おっと反対にハリーレースを鉄柱へぶつけました。さすがにうまい、さすがにうまい、ジャイアント馬場であります。場外に出ましても非常に冷静、この辺がジャンボ鶴田と違うところですね、山田さん、非常に冷静でね、とにかくリングの中へ入ろう入ろうと、入ろう入ろうとしてますね、その意識ありますね。さあゴングが、いやカウントが始まる、カウントが始まる、10カウントで世界チャンピオンが入ってこない場合にはニューチャンピオン誕生ということになりますが、上、いやリングの中におりますのはチャレンジャーの馬場だ。カウントが続くぞ、カウントが続くぞ、さあどうだ、今入ってきた、帰ってきた、不死身の男です、ハリーレース入ってきました。よーっとハリーレースも額を切りました。あ、やっぱり赤い鉄球ですね、そうですね、モルにぶつけられたところが割れたようですね、はい、流血戦の相当広い位置ですよ、世界ヘビー級の選手権試合になりました、流血戦になりました。レースの額がですね、ものぱっくりと口を開いています。そうですね、しぶきが今このキャンバス上に飛び散ります。これは、ね、すごい流血、うわー、ダラダラと流れる血、チャンスですよ、ハリーレースの出血の方がすごいですね、チャンスです。さあさあチャレンジャーチャンスを迎えます。さあ一気加勢にこの辺りは攻め込まなくてはなりません。世界チャンピオン、世界チャンピオン流血であります。さあいった、ものすごいダブルチョップ、カバーだ。さあ55代チャンピオン誕生がまだだ、まだです。左の足をグッと突き出す、もう無意識のうちに世界チャンピオン左の足を突き出しました。さあしかし姿勢になってからも本当にギリギリのところでなかなかピンホールをさせませんからね。そうですね、そういううまさがあります。しかし思い切ってね、バフに出るのもこの辺りの手ですね。はい、うまさとずるさを持っておりますこの世界チャンピオン。さあ今勢いよく飛び込んでヘッドバット、今度はニーリフト。さあ一瞬にして攻守交代であります。攻撃側はハリーです。しかしかなり出血であります。さあ今度は赤い手中へ左の手をかけました。そしてゆっくりとリズムを取りながらセカンドロープ、トップロープへ登ろうとする。しかしジャイアント馬場がここで気がついた。さあ上樋口レフェリーを突き飛ばしてデッドリードライブ、すごい殺人投げ、デッドリードライブ、チャレンジャー馬場、さあ怒った、チャレンジャー怒った、やる気満々。さあさあ世界チャンピオン、ジャンピングネックリーピーブリーカードロップ、さあ決まるか、決まるか、カウント、スリーだ、ニューチャンピオン誕生、ハリーレース敗れました、ハリーレース敗れました、ジャイアント馬場勝ちました。第55代 NWA の世界ヘビー級のチャンピオン誕生の瞬間です。決め手になったのは、決め手になったのはジャンピングネックブリーカードロップでした。すごい試合でした、世界チャンピオン誕生、明らかにスリーカウント入りましたね、完全なピンフォール奪いましたね。そうですね、リング上喜びます、ジャイアント馬場額を切りました。流血の世界タイトルマッチでありますがよく頑張りました。とうとう5回目の挑戦でハリーレースを破りました。ニューチャンピオン、世界で一番強い男、ジャイアント馬場今誕生であります。第49代に続きまして第55代再び返り咲きました世界のジャイアント馬場、5年ぶり NWA 世界最高峰、世界最高峰の王座に返り咲きました。さあ大きな大きなトロフィーがこれから送られようとしております。続きまして一番世界で価値あるチャンピオンベルト、とうとうハリーレースからもぎ取りましたジャイアント馬場、胴に巻きつけることになります。
いやすごい試合でしたが、とうとう山田さんやりましたね。そうですね、まあ、すごい流血だったんですよね、結局あの流血がチャンスを生みましたね。そうですね、それにしましても竹内さん、はい、最後のジャンピングネックブリーカードロップ効きましたね。狙ってて鮮やかに決まりましたね。本当ですね、やっぱり馬場選手やってくれましたね。49年の12月の2日に取った時にもジャックミスコを破ったフォームですよね、はい、思い出します、本当に思い出します。見事なジャンピングネックブリーカードロップによりまして、ニューチャンピオン誕生、愛知県体育館のリング上、この NWA の歴史に刻まれます。金字塔を打ち立てました世界のジェイアント馬場であります。第55代のチャンピオンベルトが胴に巻かれました。苦しい戦いでした、流血の戦いでした。もう一度男になりました世界のジェイアント馬場、おめでとう。やっと笑みを、ね、漏らしましたね山田さん。そうですね、あのね、本当に嬉しそうな顔ですね。全日本プロレスの若手中堅全員がリング上に登場しています。敗れましたハリーレースの表情、竹内さんどう見ます、ハリーレースの表情。あ、今足の向きはいいですね。あーっと叩いています、世界のジャイアント馬場を叩いています。全チャンピオンハリーレース、勝負っていうのは厳しいですね。そうですね、もうこういうシーンを見ますとね、しかしね、敗れながらね、自分の方から握手を求めていったハリーレース、はい、本当に立派だと思います。しかしまあ8月にダスティーローデスに一旦取られて、取り戻して2ヶ月後ジャイアントババに敗れましたね。本当に動揺してたんですね。そうですね、しかしね、世界チャンピオンベルトというのは、それではリング上でニューチャンピオンのジャイアントババにインタビューです。それではここで世界チャンピオンに見事返り咲きましたジャイアント馬場選手に喜びのお話を伺います。とうとうやりましたですね。そうですね、もうこれなきゃね、もう挑戦するのをやめようかと思うぐらい考えましたけどね、まあ、そういう意味でね、今日はもう勝つか玉砕かという気持ちでねやりましたからね。前半から飛ばしましたですね。もう長引いたらね、まあ、不利だと思いましたから、はい。今日の勝因はですが、レースがやってまいりましたが、おっと、全世界チャンピオンのハリーレースが、I want to say congratulations, but I'll be back after it. It's not over, I'll be back. 今晩の試合で、彼がチャンピオンベルトを取ったのはおめでとうと一応言いますと、それだけでも必ずこの次の機会には取り戻すから、今日のところは、まあ、とりあえずおめでとう。わかりました。ということになりますと、馬場選手リターンマッチがですね、NWA本部から、まあ、言われているわけなんですけれども、宮崎県の福島ではいよいよハリーレースがリターンマッチを仕掛けてきますね。そういうことになりますね、はい。まあね、今日のようにやりますよ、3期決戦みたいなね、はい。まあ、今日ね、さっきあの飛び蹴りを失敗した時にね、やろうかやるまいかと迷ったんですよ。あの自爆でですね、一瞬ドキッとしたんですけども、ですから自分でもあんまり 上、はい、上がらなかったでしょ、はいはい。だからまあそんなにね、ダメージなかったんですよね、はい。まあ、これでジャイアント馬場選手はジャック・ブリスコを破って49代、そして今回もですね、はい、日本人として2人目の、2回目のですね、世界チャンピオンになったわけですけれども、本当に大金字塔ですね。まあね、ありがとうございます。まあ、取れたってことはね、はい、もう何とも言えないですね。どうぞ、あの世界一の価値のあるチャンピオンベルトをずっと日本に置いていてください。そうですね、お願いいたします。はい、はい。ジャイアント馬場選手、見事 NWA 世界チャンピオンになりました。ジャイアント馬場選手からお話を伺いました。ありがとうございました。拍手大歓声に包まれました。愛知県体育館のリング上で見事に世界で一番価値あるチャンピオンベルトを通り巻きつけました第55代 NWA の世界ヘビー級チャンピオンのジャイアント馬場でございます。非常に嬉しそうな表情、堂々たる風格であります。再び世界最高峰の王座のベルトを手中にした世界のジャイアント馬場、来週はそうしますと付帯条件によりましてハリーレースのリターンマッチが認められます。来週の放送は宮崎県の福島総合体育館からジャイアント馬場対ハリーレースの NWA 世界ヘビー級の選手権試合をお送りする予定でございます。どうぞお楽しみに願いたいと存じます。今夜は愛知県の体育館のリング上で堂々世界チャンピオンベルトを胴に巻きましたジャイアント馬場、ジャイアント馬場がジャンピングネックブリーカードロップによりました前王者ハリーレースを破りましてニューチャンピオンに輝いた試合をお送りいたしまして、この辺でお別れしたいと思います。山さんどうもありがとうございました。どうも。竹内さんどうもありがとうございました。全国のプロレスファンの皆様ごきげんよう、さようなら。